はい、毎日学習会の林です。アンナです。よろしくお願いします。今日は、2012年の問題で総合政策学部の問題です。早速やっていきましょう。まあ、グローバリゼーションに関する問題です。で、まあ、グローバリゼーションに関する話で問題1が、資料1から5の内容を参考に各資料に共通する論点、立場が異なる論点、あなたが重要だと考える論点を挙げつつ、グローバリゼーションが世界の政治経済にもたらしている変化について論じてくださいっていう問題です。で、まあ、その変化について論ぜよっていうふうに書いてあって、だからその変論ぜよ、まあ、論じるってだから結局その意見の食い違いがどういう形で起きてるかとか、まあ、だからどういう問題点が起きてるかとか、そういうことをこう考えていくっていう話なので、グローバリゼーションがもたらした問題変化、どういうものなのかってことを書いていくっていうだけの話です。そんなに難しい問題ではありません。で、まあ、そのまずこの資料に関して、まあ、どういうふうな意見の食い違いがあるかってことがあるので、まあ、その資料の内容をじっくり読んでいかないといけないんですけれども、まあ、この資料に関して言うと、この2012年の資料に関して言えば、どの資料群もグローバリゼーションっていうのはある程度の過程を得ながら進んでいくもんなんだ、ステップ1、ステップ2、ステップ3みたいな感じで、ある程度の過程を得ながら進んでいくもんなんだっていう部分に関しては共通をしています。で、なんですけども、一方で何がきっかけでそのグローバリゼーションのステップが上がっていくのかっていうところに関しては、まあ、結構違うんですよね。それぞれがそれぞれの主張をしているっていう風な形で書かれています。で、まあ、だからこのステップがどんどん上がっていくっていうのはどういうことかっていうと、誰がグローバル化への抵抗力に打ち勝ったかってことを言ってるっていう風な話で、まあ、そこの部分が結構違う。で、それが結構重要だっていう風にここでは考えています。で、グローバリゼーションが世界に与えた影響っていうのは、まあ、その少しずつ人が国境っていうのを感じなくなってくる。こう、例えば私たちも去年、私は多分海外旅行、去年16回ぐらい海外行ってるんですけど、なんか韓国とかも本当にもう仕事もしてたので、まあ、自分の国みたいな感じがしてましたし、そういうところで言うとこうかなりやっぱりこう違うんですよね。っていう風なところの中で、やっぱり国境っていうものが全然意識しなくなってきたなっていうところがあって、でそこはまあ考え方としては非常にやっぱり大事だなというところではありました。で、国同士でまだから人々が行き来しやすくて移住しやすい環境になる。で、だからまあそのもし自分の国の政府に不満があって多くの人々が簡単に移住するようになると足による投票というんですけれども、それはまあ政治面で非常に大きな影響を起こすなと。で、また経済に関して言うと、その市場が拡大すると。今までは国内でしか売れなかった商品が、グローバル化によって世界中で売れるようになると。良い商品を作っていればその分売れるので、チャンスが増えるというふうな話なんですよね。そういうふうな形で、こう、その、かなりグローバル化というのは大きな影響を及ぼしてきたんだってことは、まあ、これは各資料からも、言えることなのかなと思います。ただ、まあ、一方で、それがじゃあどういうふうな影響、どういうふうな結果を及ぼすのかっていうと、当然その市場が100倍に広がった分ライバルも100倍に増えますよね。だから競争相手っていうのがますます増えてくるんですよ。私たちなんかもインターネットのビジネスをやってるので、まあ、一番最初から日本一ライバルっていうことはもう大前提で、まあ、だから少なくとも例えば合格実績とか他の塾に勝てないときはもうとにかくその無料の教材とかあとこういう動画とかを少なくとも日本一絶対配信するんだっていうところでやってるんですけれども、そこからスタートして、そこからじゃあ集まるお客さんの数が日本一になって、そこから結局、まあ、こういうふうな形でこう集まるお客さんの数が日本一になったら最終的に日本一になりますし、で今度世界ってことを考えると、まあ、少なくとも我々日本の大学入試向けのサービスをやってるので、日本大学向けのその留学生のマーケットはもちろん1位になきゃいけないし、あとはそれがある程度できてきたら今度はそのアメリカとかそういうところに行く人向けの留学っていうところでも1位じゃなきゃいけないところでもっとやっていく必要があるわけですよね。でそういうところを考えていくっていうのが、まあ、考え方としてはやっぱり非常に大事かなというふうに思っていて、とにかくそういうところをこう一個一個詰めていくっていうところが、まあ、話としては非常にこう重要になってくるのかなというふうには思います。なので、まあ、そういう形でこうそのどん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 競争相手が増えていく中で、その中で一番じゃなきゃいけない。で、その中で当然自分が負けるリスクも増えてくるし、だから例えば地方でね、例えば仙台とかで塾やってて、まあ、ある程度 その生徒が来てくれるなって、あ、これは自分が努力したからうまくいったんだと思うんだけど、違うんですよ。努力したからっていうのはもちろんあるんだけど、その仙台で勝負するってことを選んだから勝ったっていうのもあるんですね。
当然そこにその自分たちにも大きくてこうクオリティが高いプレイヤーが来たら当然それは負けてしまうし、そういうことはやっぱり考えなきゃいけないんですよね。負けてしまうリスクはどうしても増えるんだけれども、まあ、そのチャンスも増えるけど負けてしまう分も増えるっていうのが、まあ、グローバリゼーションが世界の経済に及ぼす変化なんですよっていうところですね。そこの部分をしっかり捉えられればいいのかなというふうに思います。で、問題2に関して言うと、問題1から5っていうのはそれぞれグローバリゼーションの拡大と進化が進む現在の特徴を論じたものなんですけれども、問題2については、まあ、未来についての予測を問いますと。で、資料1から5の中でいずれか1つを選択して、その資料が取り上げているテーマに関して次なるバージョンもしくは波の特徴がどのようなものになるかを予想し、その新しいバージョンもしくは波の到来によって世界の政治経済はいかに変化するのか、あなたの考えを述べてくださいという問題です。ではここの部分に関しては、まあ、なかなか結構難しい部分もあるのかなと思いながらやっていくんですけども、どうですかね、こう話としてどうなのかってところはちょっと見ていかなきゃいけない部分もあるのかなっていうふうには思うんですけど、まあ、基本的にその次なるバージョンとか新しい波っていうのがどういうふうな形で来るかっていうことをやっぱり考えなきゃいけないのかなっていうふうには思っていて、その要はなんか第1の波、第2の波、第3の波みたいな形であって、でその第4の波は何かみたいなことを聞いてるんですけど、まあ、その第1の波、第3の波、第2の波、第3の波の時も結局なんか前のその風潮とかがすごい良くない部分があって、それを打ち破ろうってことで次の波が出てきたわけですよね。で多分第3波の時も第4波の時も同じで、まあ、その既存のあり方にすごく問題があって、でその矛盾がもうその本当に耐えきれないぐらいその矛盾がこう集中してしまったから、そこからまた新しいあり方っていうのが生まれてくるっていうのが、まあ、基本的な考え方だと思うんですよ。っていうことを考えた時に、今そのグローバリゼーションの矛盾っていうのはこういうところに現れてるなっていうのをちょっと探して、そこからどういうふうに変わるのかってことをちょっと考えていかないとなかなか難しいのかなというふうに思っていて、まあ、そういう中で言うと、例えばこのグローバリゼーション 3.0 っていうのは、まあ、その多くの人がこうグローバル化競争の中にこう参加できるようになってみたいな話で、もともと国家単位に競争してて、次企業単位で競争してて、次個人単位の競争だったんだけど、じゃあその次何になりますかっていう話で、その個人単位でグローバル化の中で競争していくっていう流れになった時にどういうふうな問題が起きると思いますか、アナさん。個人単位って、どんな問題が起きるか。だから、まあ、変な話、例えばさ、その何だろう、まあ今日本の例えばキャバ嬢とか風俗嬢とかでもさ、なんかシンガポールのキャバクラに勤めてるとかさ、マカオでさ働いてるとか、そういう人とかいるわけじゃない。リゾートバイトみたいな。そうそうそう、はいはいはい、リゾートバイトって言ってどんなバイトだよみたいな感じですね。マカオ多分さ、あれ行ったっけ、マカオ一緒に。マカオは一緒に行ってない。行ってないか、うん、マカオ行った時に、あれなんですよ、だからもうその例えばポンテ16とかに行くと、夜だともう本当に売春婦の女の子めっちゃいるんですよね。とかもうなんかだからそういうその夜の世界も結構ワールドワイド化しててグローバル競争なんですよ。で、なんていうんだろう、まあ夜の世界っていうのはさ、基本的にこうさ1対1でしか対応できないからさ、もうそんなに問題ないのかなと思うんだけど、例えばそのあれなんですよね、まあ経済学の教科書とかだとさ、もう圧倒的に英語の教科書がやっぱりクオリティが高くて、まあ経営学もそうなんですけど、で特にやっぱりすごいなと思うのはピアソンって会社があって、ピアソンってもともと石油かなんかの会社だったんだけど、今世界の教育系で1位で、ベネッセを超えてるぐらいの会社、ベネッセが2位なんですけど、なので、ピアソンってやっぱすごく大きな会社で、で、その、ピアソンの教科書はものすごいレベル高いですよ。わかりやすい。トーイック400点とかない人でも多分経済学の教科書だったら絶対英語の教科書の方が分かりやすいです、日本語の教科書の方が分かりにくい、インターナショナルエディションって言って結構英語苦手な人でも読むにできてるから、だからそこの部分に関してはやっぱりこうすごくやっぱりまあやっぱり英語で読んだ方が分かりやすいっていうのがあって、やっぱりもうあれだけこう強いものがあると勝てないとかも絶対無理、アマゾンとかもそうですけど、まあ、企業単位では結構だから厳しいで、個人っていう話になった時にグローバル化するとどうなるかっていうと、そのごくごく一部の優れた人、優れた経営者とかは多分すごい収入得られるんだけど、なんかそれ以外の人の価値って結構コモディティ化してって、例えばだから日本人でも
ベトナムにいる工場労働者と同じことしかできない人って最終的にベトナムにいる工場労働者と同じぐらいの賃金にしかならないと思うんですよ。言われたことをただやってるだけの人ってのはそんなに給料が高くなる要素がない、はい、っていうことをやっぱり考えてた時に、そういうふうにやっぱりなってくるとなかなかやっぱり難しいよね、うん、そのなんか個人の競争だとかって言われてもなんかグローバル化になってからろくなことがないみたいな人絶対増えると思うんですよね、うん、でそういうふうになった時にやっぱりこうなんて言うんだろう、個人の競争なんてもう疲れたとか、うん、もう遠慮したいとか、まあ、遠慮したいって言って遠慮できることないですけど、なんかそういう風になってくる人ってのはかなりこう増えてきて、ただそ国家もそのなんて言うんだろう、グローバル化の中でやっぱ競争しなきゃ競争しなきゃって形になってくると、まあ、国家は本来果たすべき警察機能とか、まあ、軍がどうにかなるってことはあんまないと思うけど、警察機能とかあと福祉とかそういった機能がちょっとこう形骸化してって、だんだんそうするとこうなんかやっぱ最終的に頼れるものは宗教だとか自分の身を守ってくれるのは宗教しかないとか、そういう風になりがちになるのかなっていうのはすごくあって、実際の中東とかで無政府状態の国とかっていうのはそういう風になってますし、なのでそういった形でこうかなり実はこれからのグローバル化の主体っていうのが、まあ、その国家とかそういったものではなくてその宗教とかもう無条件に同胞意識を認めてくれるもの、なんか必ずしもじゃあ今の日本政府が同胞意識っていうかこう日本人だから助けましょうとか日本に住んでるから助けましょうっていうふうに言ってくれるかっていうとそうじゃなかったりするじゃないですか。まあでもかなり日本はまだそれよりマシで、多分韓国なんかもっと言われてるさ、うん、っていうことをその考えた時にやっぱりこうやっぱりそういった頼りになるものがない社会ではこうその宗教資本主義っていうものが台頭していく可能性っていうのはすごくあるし、そういうふうな視点を持ってもらえると結構あのまあ割と話しやすくなってくるかなと思うので、そういう視点っていうのはやっぱりこう常に持っていくべきなのかなと思うんですよね。それができるかどうかっていうのが、まあ、話としては多分これから結構大事になってくるんだろうなとは思うので、ちょっとそういう視点っていうのを常に、ね、持てるとやっぱりいいのかなとかっていうのは、話を聞きながら、思っている部分ではありますということですかね。まあ、あと何か思いますか、こうグローバル化でこういう風なのが流行るだろうなとかこういう風になるだろうなとか。そうですね、グローバル化でこういう風になるだろうな、うんうん、でもそれこそそのじゃあ、うん、みんなが言語、まあ、英語とかが喋れるのが、うん、例えば当たり前になってしまった時に、うんうん、仕事の幅は広がるけど、うんうん、今までその英語が喋れるっていうことが、うんうん、なんかステータスじゃないけど、うんうん、売りにしてた人が別に普通になってしまう、うん、ああまあでも多分そういう時は、ね、英語喋れるとはもう一か国語ぐらい覚えてて、うん、そこで優位性発揮するんですよ。韓国とかもそうです、あの、もともとそれで優位性発揮した人は次中国語を覚えるとかそういう形でやってうまくやったんで、うん、まああの語学って一つ覚えれば他のもう一つ覚えるのも結構楽だから、そこの優位性がなくなることはちょっと考えにくいかなと思うけど、ただ言葉ができるだけではダメでプラスアルファが必要っていう形になるっていうのはまあ絶対あるでしょうね。だからそこの部分は考えなきゃいけなくて、それができないとまあ結構きついのかなというのは確かに思います。はい、はい、動画最後まで見ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。それでですね、あの下の方に概要欄に LINE アットのアドレスございますので、ぜひそちらの方にですねお問い合わせいただくと、あの特価無料添削とか特価無料相談とかあの人を受けられますので、ぜひお問い合わせいただければなと思います。よろしくお願いします。あとはですね、あのいいねとチャンネル登録ぜひしていただければなと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。